ボートレース琵琶湖のボートピア協定は、開設10周年記念シリーズ5日目の11レース、準優勝戦、早くも動きがありまして、6号艇の本橋がどうやらインコースに入ってまいりました。他の船も少しまだ変化があるんでしょうか。注目のコース取りです。なお風、現在も強め、そして波もあります。この後12レースの展示から安定板を装着することになっておりますので、ご了承ください。さて、どうやらコース取りがほぼ固まってまいりまして、インコース6号艇群馬本橋克弘、2コース1号艇徳島林義則、3コース2号艇愛知の河合光弘、6、1、2、うちの3艇、そして残る3艇が3、4、5、4角が3号艇兵庫橋本俊光、5コース4号艇東京の小林康で、6コース5号艇東京高橋秀幸、3対3です。インに入った6番本橋は今100から3に80あたりからの腰となりそうです。人気の中心は1番の林、人気対抗2番河合、さあ6番の本橋どう展開になるのか。進入コースインコースから6番1番2番ダッシュ3番4番5番です。11レース準優勝戦スタートしました。さあまずは6番の本橋がインからいいスタートなんですが、その6番本橋先頭取るか、いや膨らんだところ、刺してきたのが1番2番4番3位3番がまくってきますが、ここはやはり先頭立った1番の林、そして2番手争いですね。2番手わずかにリード、うちの4番の小林、1番4番後ろ2番6番3位3番5番とついています。スタートは正常でした。第2ターンマーク1番の林から、そして注目2番手以降ですが、2番手やはり4番の小林がキープか、内から6番の本橋が今3番手か、その外に2番の河合もここは3番手並走状態です。そのすぐ前に4番の小林がいますので、ここはまだ2番手争いが逆転があるか。1番の林が先頭で2周1回からバックへ、そして2番手4番の小林がキープ、その後ろ2番の河合です。そして6番の本橋は現在4番手、後続3番橋本、最後に5番の高橋の順です。先頭2番手、3位3番手、少し定間開きました。もう独走態勢、1番の林、そして2番手が4番の小林です。後ろ3番手は2番の河合、その後6番の本橋、さあそしてもう一度ここ4番2番定間縛ってきました。あっという間に4番の小林に迫っていく、外から2番の河合です。並ぶか、2番体操となるか、まもなく最終第1ターンマーク、1番の林から、そして内が4番外2番です。うちの4番の小林が辛くも2番手はキープ、最終バックになりました。少し膨らんだ2番の河合が3番手1、4、2、そして3番の橋本俊光今4番手、6番本橋は5番手、最後に5番の高橋秀幸です。最終第2ターンマーク1番の林、人気に応えて先頭で帰ってきました。2番手4番小林キープ、3番手2番の河合で間もなくゴールです。まず1番の林が先頭で5人2番手4番の小林、3番手2番の河合、その後3番6番、最後に5番の高橋がゴールいたしました。以上11レース準優勝戦でした。